クリムゾンナルガです。以前からずっと自分が抱いている恐怖感について、最近見た監視資本主義デジタル社会がもたらす光と影というドキュメンタリー映画の話を交えながら語っていこうと思います。一応この作品は Netflix という配信登録制のストリーミングサービスで配信されていて、2020年と比較的最近公開された作品なので、さほどの時代錯誤感はないと思います。9月30日までの期間限定で公式がフルで YouTube にアップしてくださってるんですけど、音声は英語で字幕も今のところスペイン語と英語のみのようなので、どちらかの言語がわかる方は YouTube でも視聴することができます。リンクは概要欄に貼っておくとします。では本題に入ります。まず自分が抱いている恐怖感についてなんですけど、例えば SNS で同じ考えの人たちが集まって一つの集団となって、そこにのめり込んでいくうちに個々の意思が曖昧になっていって、集団としての意思みたいになっていくような、そういう部分に対する恐怖感です。もちろん感情を他者と共有することにはいい側面もいっぱいあると思うんですけど、加減や距離感を間違えるとヤバそうだなっていう、感情でつながってわーって盛り上がってそこに熱中することで大事なものを見落としそうな危うさみたいな。人間マジで集団とか群衆の中にいると正常な判断が難しくなりがちですよね。ネットなんかだと特にそういう光景はよく見かけますね。みんな言っているから大丈夫だろうみたいな空気感がそこにはあって、そういうのも SNS の怖い側面ですよね。心の隙間に入り込んでくるというか、そうして気づけば信じられないほど時間を奪われていて、心も削られていて、その時にはもう分かっていてもやめられないっていうジレンマに陥っていて、どうしようもなくなっているっていう。例のドキュメンタリー映画のざっくりした内容についてなんですけど、SNS というのはどれも無料ではなくて、広告主がお金を出して成り立っているわけじゃないですか。だからサービス提供側にとって、顧客は広告主なのであって、サービス利用者は商品であり、その商品というのが具体的にサービス利用者の時間、人生であると。で、俺らは自分で選んでいると思っているかもしれないけど、実際はサービス提供側が儲かるように操作されていて、つまり俺らの人生操作されていくかもよっていう、そういう切り口から始まり、テクノロジーの危うい側面についていろいろ語られたものとなっているので、俺の強い感情で他者とつながって我を失うのが怖いみたいな話とは一見共通点はないように思われるかもしれないですけど、先に挙げた共感が集団や群衆になるとこの判断力とか意思っていう部分が曖昧になりがちだよねっていう部分と、テクノロジーに行動を左右されて自分の意思が曖昧になっていくっていう部分、この辺が似ているなと個人的には思って、で一緒に語ることにしたんですけど、人生を操作っていうのは具体的にサービス提供側は蓄積されたデータからユーザーの性格や興味、何に感情が強く反応するかなどを分析して、その人が好む考えや思想、コンテンツを表示させやすくした方が収益になるわけですね。そこから起こり得るのが政治の二分化であったり、考え方の偏りであったり、要はその人の人生を豊かにするかどうか関係がなくて、とにかく画面を見続けてもらうこと、依存させていくことが一番収益につながるわけですよね。ドキュメンタリーでは具体的な解決策の提示はされていないんですけど、まあ難しいですよね。正直俺は悲観的に考えてしまいますね。ただ一人一人が意識することはすごく大事だと思うし、少なくとも自分にとってこのドキュメンタリー映画に費やした時間は有意義なものだったと感じています。どうせすぐ忘れて気づけばまたスマホにのめり込んでしまうのかもしれないですけど、そういう時にまた見返して一旦冷静になるみたいな、そういう使い方もできそうですよね。次に SNS と10代の鬱との関係性についても作中では取り上げられていて、最近ドラマでは10代の少女がいいねをもらえず暗い表情でじっとスマホの画面を眺めていたり、 SNS に上げた自撮りに耳でかくねわらわらみたいなコメントが来て、鏡を見つめながら静かに涙を流す描写があったりしたんですけど、改めてかなり深刻ですよね。お子様のいる方やこれから子供が生まれるという方は特に考えなければならないところですね。作中では属する集団にどう思われるか気にしてしまう、人間はそう進化してきた、しかしその対象は小さな集団だったはずだ、5分ごとに他人の反応を確認するような進化をしていない、そんな経験には耐えられないというふうに語られていたんですけど、マジで人類には早すぎた感が否めませんよね。もうなんか異常ですもんね。いろいろと電車でみんなうつむいてスマホの画面を見ている光景なんかは特に怖くなりますね。自分はそこに混ざりたくなくて、耳にイヤホン突っ込んで音楽聴きながら流れゆく景色を眺めるという特に意味のない抵抗をしていますね。普通に音部屋っていう時もありますけどね。俺とかはもうツイッターやってる時、異常なくらい何度も開いてしまっていて、ツイッターに人生を捧げてしまっているような状態で、悪い側面の影響の方がでかくなってきていたので、本アカは半年前くらいに削除しています。作中でも原理を知りながらも自分をコントロールできないと元関係者の方が語られていて、もうそういう仕組みが散りばめられているわけなので、意思とかの問題ではないというようなことが何度も語られていました。今も一応好きなゲームの制作経過をチェックしたりするために閲覧用のアカウントを持ってるんですけど、以前と比べて圧倒的に開く回数やかける時間は減りましたね。何より自分は他者の感情に同化してしまいがちで、いろんな人間の感情を渦巻くツイッター世界はすごく精神の疲弊する場所だったんですね。多くの情報を得られる場所でもあるけど、中には誤情報も紛れていたりして、自分にとっての様々なメリットとデメリットを天秤にかけてみて、先にも述べた通り、自分にとっては今のところデメリットの方が圧倒的にでかかったので距離を置くという判断に至りました。作中で、いいねなどで短絡的な報酬を得られるから、いいねを価値や真実と勘違いする、短絡的な報酬を得た後は虚しくなるという言葉が出てくるんですけど、
これ自分にはめちゃくちゃ響きましたね。ハマっちゃってますね、完全に。何かを達成した後に虚しくなること自体は、様々な事柄に当てはまることだと思うんですけど、いいねを価値や真実と勘違いして、それで他人の反応に過剰反応するようになってしまう部分に関しては、明らかに問題であるわけで。こんなの別にこの映画を見る前から分かっていたことなんですよ。むしろその価値観でずっと生きてきているのに、それなのに知らず知らずのうちにそう錯覚していってしまう感じが、いつの間にか飲まれている感じが、マジで怖いっすね。俺の過去の動画で何度か登場したスーサイドルームっていうポーランドの映画があるんですけど、それを思い出します。一言で表現すると、主人公がネット世界にのめり込んでいって徐々に狂っていくっていう内容なんですけど、これ動画投稿で配信をされている方だったら分かってくれる方多いんじゃないかなと思うんですよね。いろんな感覚が麻痺していくというか、何が普通で何が異常なのかだんだん分からなくなっていく感じ。普通とか異常って結局個人の感覚の問題だし、正解は存在しないんで語弊があるとは思うんですけど、なんかそれに近い感覚っすよね。別に動画投稿者じゃなくても現代人ならわかるか、これは。とりあえず改めて次回の意味も込めて、評価だけで価値を判断してはダメだ。特に参考にするのはいいにしても、それ以降が価値では絶対ないからな。惑わされんなよ。一応スーサイドルームに関しては、現状アメリカ、イギリス、日本のアマゾンともに DVD の販売ページはあるんですけど、自分が見た限りでは新品は全てお取り扱いがありませんってなっていたんで、今日本では見れないのかな。ガチで素晴らしい映画なんで、そのうちプライムビデオかネットフリーあたりが日本語字幕作って配信してくれるんじゃないかと思ってるんですけどね。ちょっと他にもめっちゃ言いたいことあるんですけど、この作品に関してはまた別で語ろうと思います。クローンズゲートというゲームで、弱いものはただ助け起こすだけでは十分ではない、その後も支えてやる必要があるというセリフが出てくるんですけど、これなんかは俺が抱いている危機感みたいなものと根本的な部分で少し関係している気はしますね。これ中途半端に手を差し伸べた場合、このセリフで言う弱い者の立場に立って考えると、他者の手を借りてようやく起き上がれるような自立できない状態で差し伸べられた救いの手であるわけで、頼りにしますよね。心の支えにもなりますよね。それが継続的なものではないと分かった瞬間、痛みが伴いますよね。心の支えがなくなるわけなんで、その痛みが次第に怒りへ、怒りは憎しみへ、そういう風に変化していってしまう可能性、その危機感を想起させるので、俺の恐怖感と根本的な部分で関係しているのかなって。感情って本当に繊細で厄介っすよね。だから他者の距離感ってやっぱりすごく重要なんですよね。ただ単に手を差し伸ばす、感情に寄り添うことは下手すりゃ共依存招きかねないし、そうするとお互い潰し合うだけだし、いろいろと難しい部分っすよね。何がその人にとって本当の意味で救いになるのか。同じ状況でも心理的な距離感さえ保たれていれば問題なさそうな気はしますけどね。とりあえず何でも影を間違えるとやばいことになりがち。これにつきますね。人類は AI に乗っ取られるみたいな話とか、特に最近ではよく聞きますけど、これもうすでにですよね。俺初めてそういう話を耳にした時は、作中でも元関係者の方々が同じようなことを語られていたんですけど、漠然と映画のアイロボットみたく、ロボットが物理的に人間を制圧するみたいな、ロボットと人間の物理的な戦争みたいな、分かりやすすぎるのを想像してたんですけど、実際は俺らに気づかせないように俺らをコントロールしていくというか、もう気づいた頃にはすでにっていう、そういうスマートな感じですよね。賢いやり方ってそういうものだよな。気づけば取り込まれている。魔法みたいですね、ほんと。攻撃を受けていると感じさせない攻撃みたいな。 DB クーパー事件でいいんですかね。あれとかその賢いやり方の最たる例になるんですかね。ただ論理的なのではなく、論理的であるからこそ感情論をないがしろにしないみたいな。クーパー事件に関してはそんなに詳しく調べたわけではないのであまり語れないんですけど、まあこれは今回のテーマから脱線しそうなので、興味のある方は調べてみてください。あと作中でデジタルおしゃぶりっていう面白いワードが登場するんですけど、笑い事じゃないですよね。これ忍耐力とか集中力とかそういうものも低下していってしまう可能性があるという。そしてテクノロジーはものすごいスピードで成長しているけど、それを使う人間の脳みそはそのままだから危ういということも語られていましたね。危うさという点では、赤ちゃんにチェーンソーを持たせちゃってるような感じですかね。スマホ脳っていうかなり有名な本があるみたいですけど、ネットで調べてみたところ、その本の内容とこのドキュメンタリー映画の内容について似ていると言っている方をちらほら見かけましたね。これすごく重要なことだと思うんですけど、一部の情報だけ何かを判断してしまうのはすごく危険なことだと思うので、この場合だとドキュメンタリー映画のみを見るのではなくて、他にも自分でいろいろ調べてみるのがいいのかなと思います。自分も引き続きこの問題に関してはいろいろ調べていきたいところですね。とりあえず自分の経験談としては、 Twitter の本垢削除はマジでしてよかったなって思ってます。正直最初は消してもどうせ数週間経たないうちにまた始めちゃうだろうなって思ってたんですけど、俺の場合 YouTube があったんで、なんか言いたいこととか思ってることとか出てきたらここで発信できる状態で、かつ動画1本作るのに少なくとも俺の場合は結構時間がかかるので、 Twitter ほど手軽に発信できないから、それがいい感じに抑止力になってくれた気がしますね。で、空いた時間じゃあ何をしているのかというと、スマホでゲームをしたり、スマホで調べ物をしたりしているので、総合的に見ると使用時間に劇的な変化はない気がするんですけど、 SNS から距離を置いただけでも精神の疲労度合いに関してはだいぶマシになりましたね。まあ引き続きいろいろ試行錯誤していこうかという感じなんですけど、こればっかりはこれをすれば距離を置けるよ
っていうのはなくて、各々で試行錯誤していくしかないのかなとは思いますね。それぞれ違った条件下でスマホを利用しているわけなので、一応作中ではすぐに確認しなければならない通知以外は切るとか、アルゴリズムからお勧めされたものは選ばないとかが挙げられていましたね。SNS とのビジネスに用いられている手法みたいなものは日常の他の部分にも潜んでいるだろうし、 SNS に限らず他の部分でもいろいろ意識していけたら良さそうですよね。なかなか難しいことではあるんでしょうけど。あと最近コメントしてくださった方と自分と違う意見を持つ者と対話することの重要性についていろいろお話しさせていただいたんですけど、これは本当に大事だと思うし意識していきたい部分ですよね。 SNS は使い方によっては同じ意見の人を見つけやすいし、簡単にそのコミュニティを形成できるから、閉じられた空間でコミュニケーションを繰り返すうちに特定の考えが強化されていって、それが全てだと思い込んで殻に閉じ込められてしまう可能性があって、それは分断やあらゆる社会問題の解決の妨げにもなり得るわけでね。ただ俺ガチで絶望してる時は自分と違う意見とか見聞きする余裕すらないと思うし、常時その状態っていう方もいると思うし、全人類対話すべきだとかは思っていなくて、とりあえずその時々で余裕のある者どもで対話していければいいのかなと思っていますけれど、念のため対話と議論は全然違うらしく、議論は何か一つの事柄について互いの意見をぶつけ合って批評し合って結論を導き出す、決定することが目的で、対話はお互いの意見を話し合って理解を深め合ったり認め合ったり、相手から取り入れた情報から新たな考えを導き出したりというような感じで、別に結論を出したり何かを決定することが目的ではないというようなことがネットには書かれていました。何かを決定する必要があるときは議論、世界を広げたり理解し合うことが目的の場合は対話というような使い分けでいいんでしょうかね。ざっくりしすぎかもしれませんけど、とまあそんな感じで今回紹介したドキュメンタリー映画、もしまだ見ていない方がいらっしゃったら一つの情報として見てみてはいかがでしょうか。っていうのを SNS で言うのかって突っ込まれそうですけど、必ずしも SNS が悪いのではなく使い方の問題なんでね。多分ね、ザ・ソーシャル・ジレンマで検索すると例のドキュメンタリー映画の公式ツイッターが出てくるんですけど、ツイートのリプランを眺めていたら SNS を利用する人が少なければ少ないほど映画や番組を見る人が増えると思うみたいなコメントがあって笑ってしまいましたね。まじめにどうなんですかね。内容が内容だけにこの作品を公開することで関係者にどういうメリットがあるのかということは考えざるを得ないですよね。別にこれに限らず基本的に全ての事柄においてそう考えた方がいいとは思いますけどね。誰がどう得をするのかっていうことは、まあとりあえず今回話したかったことは以上です。こっからは余談になるんですけど、以前から気になっていた 3DS のガールズモード4というソフトをネットでポチって最近プレイしてるんですけど、なかなか面白いですね。めちゃくちゃ面白いではなく、なかなかという評価にしているのはプレイヤーの性別が女性固定であるため、ことあるごとに男だったらなって思ってしまうからです。完全に個人的なあれですね。購入する前から知ってはいたんですけど、中身は男であると思い込んでボイッシュな服を着て楽しもうと思ってたんですよ。でも思いのほか何着ても女性っぽくなるだとか、周囲のキャラクターが女性として接してくるだとかで俺の妄想力が敗北しましたね。完全敗北ではないけど、敗北と勝利の狭間を行き来してますね。ゲーム自体は素晴らしいと思います。あと店長として服売ってお金稼ぐわけですけど、バイトが売り上げの合計が運勢前になりましたとか報告してくるたび、やったぜと思うんですけど、すぐに架空の世界の話なんだよなこれって我に戻って悲しくなる。これも完全に個人的なあれですね。しかしそもそも俺もさ、そこまで男であることにこだわるのはなんでと自分に対して思いますよね。まあこれに関してはおいおい追求していきたいところですね。それとは別にジェンダー問題に関してもいろいろ勉強していきたいところではあります。マジで読みたい本いろいろあるんですけどね。ニートの分際でホイホイ買ってたらマジで一瞬で挫折するんで、とりあえず仕事を探さないと。では今回はこの辺で。サラダバー。